どうも基本1人です今、弟の部屋にいますけれども、えー、後ろですね、押し入れになってます。えー、ここの押し入れはですね、2回ぐらい過去動画にしたのかな、えー。減らしましたけども、まだですね、こちらの上の段がのところがちょっと空いてるぐらいでね、下はぎっしりっていうね、えー、状態なんですね、えー。ですのでですね、もう少しね、あのいっぱいありますんでね、あの使ってなくて古い、 えー、毛布とか、えー、いろんなあの座布団カバーだとかですね枕カバーみたいなのをね使ってないやつとか、えー、この前ちょっとね大量にねあるなっていうのがね分かったんでその辺をですね2階の倉庫に、えー、保管したいいと思いま,す、えー、まず左側の下段ですけどねこちらはね前回ね母親のベッド ベッドというか布団をね、えー、運び込んだやつなんでね、最近入れた荷物ですね。で、こちらの上のこの辺がもう使ってないやつ、この辺にあたりに使ってないやつがね、あったりしますんで、その辺を取り除いていきますね。一つ一つ整理してみます。この辺の毛布ね、もう古いで使ってないですね。あと夏布団。 布団この辺を上に上げますあれこんなものが出てきたこんなんいらないですねあとこちらにねタオルケットみたいのが出てきましたけどこれも古くてだいぶねよれよれなんでね上に上げたいと思いますでまあ上にね上の倉庫に上げといて旅行が終わったら、えー、捨てますね で布団なんかはねなな、えー、燃えるゴミに出せないんでね、えー、連絡ゴミに捨てますけども、こちらの毛布とかだったらね、ゴミ袋に入るんでね、えー、多分捨てる感じかな。で、こちらのものがね、ちょっと減ると思いますね。下に、下の段にあったね、布団をちょっと、上のやつを1枚、えー、上に心にあったやつをね、1枚こちらに移動して、えー、これだけにしましたね。これだけ。 でこちらの、えー、この辺のものですねこの辺のものをこの辺のものをこの辺のものを捨てますこちらはね弟のベッドなんでね関係ないですこの辺は捨てますこの辺も捨てますあ,あとあれは捨てちゃダメだねあれは、えー、こちらに、えー、戻します 右側ですね。右側もね、下の方にちょっとね、割と微妙なものがあるんで、上のものは、えー、使ってますね、今ね、冬と、今年の冬とかも使いますんで。あとは、こちらの、こちらにあるものの横に、えー、まあ、ちょっと金庫があるんで、あんまり映したくないんだけど、こういう、 えー、ものもちょっとチェックしてきますね。上の段取り除きました。明らかにね、もうだいぶ数年使ってない、10年以上使ってないタオルケットとね、掛け布団が出てますね。タオルケットが3枚、4, 4枚に掛、えー、け布団1枚。こちらをね、捨てたいと思いますね。あと、下はですね、えー ちょっと整理しますけどあまり写したくない感じのところなんでちょっと遠,遠慮しながら写します、えー、押し入れの右側のね上はねこれぐらいですね今ね、えー、そして下は、えー、写さずにこちらのこれだけ出てきましたでも下から結構多かったです使ってないタオルケット、えー、服、 えー、座布団カバーのもう黄,黄ばんじゃったやつとかシーツの黄ばんだやつ掛、えー、け布団のかなり黄ばんだやつですね大量に出てきましたこちらをねとにかく2階に上げときますねそして、えー、旅行が終わったら、えー、燃えるゴミに出したいと思います こちらをね、全部捨てますね。右側の毛布から左にある掛け布団。全部ね、えー、あまり見かけたこともないようなものですね。ちょっとね、捨てていいか迷ったものは、えー、一応ね、新しいものだったら、えー、やめときました。それでもね、これだけ出たんだから、やっぱりね、押し入れってね、やっぱり、えー、いらないものが溜まっていきますね。 この辺のものね2階に上げて今回は終わりということで捨てるのは旅行が終わった後になりますね捨てるときもね袋に入れるんでねそれもねまた動画にしていきたいと思います本当にねあの多いですねそしてですね押し入れとかね一生懸命あの整理してね分かりましたけどね ここ20年でね羽毛布団ね相当買ってますね母親とこの業者から買ったか分かんないけど結構高めのね羽毛布団をね結構買わされたか買ったかし,してますねそして過去の、えー、布団ですよねそういうものはねほとんどね捨てずにねそのまま保管してありましただからですねそれを使えばですねそうですね10人ぐらいは敷、えー、布団掛け布団10組ぐらいはありますね 相当ね布団類、えー、溜め込んでああります、えー、ます、あ、ちょっとね、うーん、あのなんか羽毛布団たくさんあるんでびっくりしました。えー、ということで、えー、基本一人でした。えー、最後まで、えー、見ていただいた方、えー、ありがとうございます。それでは